はい、皆様こんばんは。11月26日月曜日、第109回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から冷たい雨が降っておりましてですね、現在も今はまだ降り続いております。そんな真っ白です。今日はですね、ゲストをご紹介いたしますが、真っ白から世界の地震を見ていると題しまして、気象庁地震火山部地震津波監視課精密地震観測室室長の橋本哲夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、初めにちょっと長い、今ちょっとままやかなかったのよかったなと思ったんですけどもね、長いちょっとね、名前ですけども、通常あれですかね、本庁の方へ話するって言ったらどういうような形で話されるんですか。まあ、この長ったらしいのはあまり言わないで、はい、あ、松代の橋本ですとか、まあ、そういう感じで、はい、言ってることが多いですね。あ、そうですか、はい、それでも通じちゃうとかですよね。あ、はいはい。まあ、さあ初めに今日話をお聞きしますけれども、橋本室長さんっていうのはあれですかね、気象庁に入って何年ぐらい経つんですか。24で入りまして、まあ、28年目になります。はい。あ、そうですか。まあ、当然転勤族ですよね、全国っていうか。そうですね、はい、はい。前のあれは勤務地っていうのはどこだし、仙台に。仙台ですか。います、はい。この真っ白と仙台の違いって何かあります。まあ、どちらも比較的観光地で、はい、ですけども、若干その規模っていうんですかね、それはだいぶ違う感じはしますけど。あ、なるほどね、はいはい。あれですか、これ、まあ、真っ白に気にして、まあ、今1年ちょっとって言われてたんですけど、あれですかね、この真っ白の印象っていうのはどんな感じですか。そうですね、はい、まあ、街並みとかが、いい雰囲気だなというようには思っておりますけど、ね。あ、なるほどですね。若干ちょっと寂しいところもあるかなというようには感じております。あ、あれですね、まあ、あと精密地震観測室の場所のちょっと確認という形ですけど、まあ、その前にこの、パンフレットあるので、これもちょっと、見ていただければいいんですかね。こちらの方ですね、はい、地震観測室のちょっと案内していただいて、はい、はい、どうぞ。ちょっとお願いします。まあ、これが、まあ、日本の地図になりまして、まあ、ここが東京で、はい、ちょっとここ長野になるわけですね、はい。で、こちらアップしていただきます と、長野駅があって、その南にずっと行きますと長野インターの高速があって、はい、さらにその南側にこの精密地震観測室がございます。はい。まあ、その横に、まあ、水上山という感じで、はい、あるところですね。これが、まあ、一応実際水上山になりますけれども、はい、この脇に、ちょっとこの山、こっちですね、はい、この山が見えるんですが、この影に我々の精密地震観測室というのがございます。なるほどね、はい。まあ、あとあれですね、この生い立ちっていうんですかね、地震観測所のあれもちょっと軽く説明していただければと思いますけど、はい。昭和19年の11月に、まあ、軍務が地下断氷原を建設し始めまして、はい、まあ、その昭和20年8月に終戦になるわけですけども、まあ、そこで、まあ、こう大本営の工事が7割できまして、はい、まあ、そういう7割できた跡地に、まあ、昭和22年ですね、はい、中央気象台の松代分室として我々のところが発足しているわけです。はい。で、平成7年になりまして、現在の長田市名前のことになるわけですけど、まあ、精密地震観測室という形で解消して現在までおります。はいはい。でこのところっていうのは、はい、まあ、大本営の跡地っていうのは、まあ、岩盤なんかがいいこともありまして、はい、こう地震の観測に適しているということで選ばれたわけでございます。ね、はい。まあ、これ精密地震観測室の全容みたいなことですね、ちょっとまた説明していただければと思うんですけど、はい。こちら3つあるのが庁舎でして、まあ、研究所、研究室なんかが あるところです。はい。で、まあ、その中に大本営として、ここに天皇陛下が来られるような部屋なんかもここに作られているわけですし、はい、またこちらのこれが地下壕になるわけなんですけども、はい、こちらの方で、
まあ、あの幅100メートル奥行き300メートル余りあるようなトンネルもなんですけども、はい、そこに、まあいろいろな地震計が、まあ、設置されているというようなことになってます、はい、なるほどね、はい、まあ、ちょっとあの見ていただきたいんですけど全容ですけどちょっとカラーで あれしてるんですけど今ほど あのあれですねこの宿舎だとか研究室かこれがそうですね、そうですね、この辺、はい、この真ん中が主に我々いるところを、はい、の研究室になります、はいはい、でこちらがなんかさっき天皇陛下、まあ、そうですね、はい、ご座礁という形になりますね、はい、わかりました。あとそれでですねあとは、うん、この中この間あれですねあの一般開放みたいなことあったっていう、はい、あの見学会がありまして、はい、その時にも、まあ、風景ですけども、はい、まあ、これが、まあ、その天皇陛下が来られる時に、まあ、ここにお住まいになる予定であったところをですね、はい、こういう形で今、まあ、残されてはいます、はい、まあ、周りはコンクリなんだけど中はもうこんな形のあるっていうことで、ね、なんかヒノキでできてるとかあ、まあ、天井はヒノキ、ね、天井は秋田杉で、はい、柱はヒノキなんかでできてると、うん、でまあ、こういう形で、まあ、あの年に1回こういう公開してますので、はい、見に来ていただけるということです、はいはい、その日っていうのは観測はどうなんですかやってるんですか。あ、そのもう年から年中観測してるところです、はい、これがあれですね、で、観測室のそうですねあのトンネル網の方の入り口に立ってる看板とか、はい、まあ、ごめんなさい、その下の、まあ、入り口になるところですね、はい、こういうところから入っていただきまして、まあ、ね、中に入っていただきますと40メートルぐらい入っていただきますと、まあ、気温が14度ということで、まあ、ほぼこういう形で一定しているというところです。でどんどん入っていただきますと、まあ、ちょっと見えにくいんですけど天井に 木が見えてたりして、まあ、昔のままにそのままになっているようなところもあります。まあ、これこの間見学会の時の、まあ、職員さんが説明してるっていうことですね、はい、まあ、私こういうあれも見ましたね。これも普通の何ですかねコンクリでなってないところですね。そうですね、こういうコンクリで巻かれてないような、うん、岩盤がそのまま露出しているようなところも横道に入って見ていただけますとこう見えます。これ崩れるとかってそういうことはあんまりないですか。いや生で崩れてるところは見たことはないんですが、うん、まあ、徐々に崩れつつあるとは思います。はいますね、はい、これが150メーターというところですね。で、まあ、奥に入っていただきますと、はい、若干気温が下がりまして、はい、13度ぐらいで、はい、まあ、安定しているという、うん、ところです。うん、まあ、これも、取ってきたいただいてね、こっちがコンクリートでこれが岩盤だと。岩盤のままそのまま露出しているというようなところですね。うん、これが入り口より200メートルという形ですね。はい、まあ、そういうところに入っていただきますと、まあ、これも見学の風景なんですけども、うん、まあ、上の方には、まあ、コンクリート巻いてあるわけですけども、うん、まあ、そういうところで200メートル入っていただきますとやはりまあもう13度で安定してるんですけども、うん、まあ、地下60メートルということになりますけども、まあ、これは舞鶴山の上から測った、まあ、かぶりっていう土のかぶってる厚さが、まあ、60メートルあるということです、うんうん、これが結局は、入り口から中へ200メートルっていう、はい、横へ行くっていう形です、ね、まあ、ほぼ水平に歩いていただいてっていう形です、ね、ということになります、ね、はい、だからこれ見るとこちらとこちら比べていただければ分かるんですけど、こちらの方はもう本当に素彫りのまんまっていう、人が通るところだけはちょっと補強してあるみたいな感じなんですよね。もうそうですね、そういうことなんですね。全部が全部こうコンクリートで覆われてるわけではなくて、こういう形で大部分のところは、うん、残ってます、はい、あとここでもって新しい機械のあれが入ったとかっておっしゃってるんで、
これもちょっと説明していただけますか。まあ、新しい機械って言って、まあこれが建設された当時ですね、まあ、10年経った頃ですね、はい、1957年になるんですけども、はい、まあ、世界の国際、地球観測年というのがありまして、まあ、そういう時に、まあ、世界の標準的なあの地震計であります、まあ、奥にありますのはこれベニオフの地震計とか呼ばれるようなものが入りまして、はい、まあ、あの松代というのが、まあ、世界でも有名になったという、うん、一つ の, あのイベントです。 あ, そうです、はい、あと、まあ、あれですね、これ地震の感じで、まあ、これあとその後入ってからなんか群発地震ができたとか入ったっていうのがね、そうですね、まあ、この1965年から、まあ、ここ赤い点々が群発地震のところですけども、まあ、最近の様子もで示してるんですけども、こういう、長野、まあ、近辺って形になるんですか ね, すね、地震観測所を中心にしたような形なんですね。まあ、まあそうですね、ということなんですね。でもこれ見ると相当あれですね、真っ赤っかじゃないですか。まあ、周辺も真っ赤っかで、長野県いろんな美酒、まあ、これは体に感じないあの小さな地震まで示してますけども、まあ、非常にいろんなところで地震が起こっているのは見ていただけるかと思います。なるほどね。そういう中で、まあ、これが1965年の8月から始まった群発地震ですけども、うん、で8月3日から始まったわけですが、うん、赤いのが、まあ、横軸が、うん、はい、時間経過を示してますけども、うん、赤いところが有感地震にして、うん、まあ、一番活発な時は月に、まあ、1万回ぐらい、うん、有感地震があったと。になります。で現在もこれが最近の状態を示してるんですけど、まあ、これは感じてない無感のものですけども、あ、まあ、現在も地震は続いてるという、少ないながらですけど続いてるという状況です。はいはい、あとこれが世界的な分布のあれですね。はい、まあ、この赤い点々が地震の分布を示しているところですけども、はい、まあ、どこでも地震が起こるわけじゃなくて、はい、こういう帯状のところで、うん、まあ、アメリカの東海岸なんかはあんまり地震起こってないわけですけども、うんうん、日本なんかはすごいじゃないですかね。こういう形で真っ赤っかになってるというところで、うん、至る所に起こるということが見ていただけると思います。この精密地震 の, 観測っていうのは、ね、毎日やってるわけですよね。そうですね、まあ、こういう地震、まあ、世界の地震に関しましても、はい、こっちの方を見ていただきますと、まあ、こっちが現業室になるわけですが、ですけども、こちらは まあ、大坑道の中にあります歪み、を測ります石英間伸縮計と呼ばれるものですけども、うん、まあ、これは、100メートルもありまして、これは日本でも、うん、一番長いものになってます。うん、まあ、こういったものでしたり、いろいろな我々の周辺の、展開してます地震計でありましたり、うん、あるいは、まあ、世界に展開されて地震計を用いまして、うん、こちらの現業室で、24時間体制で、うん、まあ、監視をしているというところです。うん、まあ、24時間何名でやられてるんですか。まあ、現在は職員というのは、まあ、はい、13名います。あ、なるほどね。はい、でこれそうするとこれ交代でやるんですか。そうですね、まあ、変則的なんですけど、まあ、4交代の形でやっています。うん、でこういうデータはみんなどうするんですか。こちらに集めて、まあ、分析して、うん、でまあ、リアルタイムで大きな地震があった場合はですね、うんうん、気象庁の本庁の方でしたり、まあ、大阪管区気象台とかそういったところにデータを分析結果を送るということになっています。はい、あとはあれですね、この地震観測室っていうのが真っ白にあるとかってちょっとねおっしゃったんですけど、はい、はい、センター松代地震センターということで、はい、まあ、群発地震の後にですね、はい、まあ、群発地震が起こったということで、はい、まあ、そこの、データの解析とか、はい、あるいは資料の整理とか、はい、まあ、そういう資料収集とかいう形で、うん、まあ、センターが
1967年の2月から発足しておりまして、はい、まあ、その我々 の施設の中にセンターとして、うん、今も活動しているところです。あ、なるほど、はい、まあ、あとこれ展示室っていうのもあるので、これも絶対見ていただければいいですね。そうですね、さっき見ていただきましたような古い地震計なんかも展示してますので、うん、はい、まあ、生で触っていただくとちょっと困りますけども、うん、まあ、見ることは可能ですので、うん、まあ、これ8時30分から午後5時までっていうのでね、はい、見られる方なんでね、まあ、やっぱり見に来ていただいて、まあ、ちょっと地震のことをちょっと思って、はい、まあ、地震の防災なんかにも、考えていただければいいかなというようには思います。わかりました。じゃあ今日はですね、精密地震観測室の室長さんの橋本哲夫さんに観測室の仕事やですね、生い立ちなどをお聞きしました。本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。三田さん、はい、先月の、あ、今月か、今月の、運営委員会で、うん、予告放送の前にですね、うん、地域のお知らせをしろということで、はい、今回のね、はい、運営委員会で決まりまして、はい、今日が初めてなんですけどね、はい、実は来月の1日ですかね、はい、町のマンドリンクラブの演奏会がありまして、うん、で、この今日はこのお知らせをしようということですね、はい、今申し上げました12月1日、はい、13時30分、1時半ですね、1時半会場、2時開演ということでですね、場所は松代文化ホール、入場は無料ということですね。ただですね、ただですね、はい、ただです。で、曲目なんですけれども、はい、1部、2部、3部ということで分かれてましてね、全体では20曲ぐらい演奏するそうなんですけどね、はい、ここには代表的なことがね、代表的な曲が書いてあるんですけども、アルファンブラの、いいねー、いい国旗だね、あー、素晴らしいねー、星空のコンサートですか、このようなね、曲を演奏するってことで、ということです。で、はい、では皆さん、はい、来週の予告をお願いします。はい、はい、来週の予告、はい、はい、皆さん、パーソナリティは、マリオさん、あ、マリオさん、はい、よかった、皆さんじゃないんだね、よかったね、ずっと続いたでしょ、そうですね、はい、やっと外れた、あ、やっと外れましたね、はい、またその次に来るんじゃない、可能性あります、ね、はい、あ、そういうことで余計なこと言うけどね、はい、ゴールドマッスルクラブの、はい、ね、はい、活動についてということでね、はい、サポート戦下の人がね、内容的にはお楽しみってことですか、内容的にはお楽しみ、うん、そうですね、ちょっと、うん、楽しみにしててって今マリオさんに言われます、じゃあそんなこと、内容は来週ということで、はい、はい、パーソナリティがマリオさんで、はい、エコールド松代のサポート戦下の皆さんということですね、はい、わかりました。それでは内容的には来週どうぞお楽しみに、お願いします。